汚い戦争、汚い戦争、汚い戦争は、1976年から1983年にかけてアルゼンチンを統治した軍事政権によって行われた国家テロである。サハゲリラの取締りを名目として、労働組合員、政治活動家、学生、ジャーナリストなどが逮捕、監禁、拷問され、3万人が死亡、または行方不明となった。 汚い戦争の始まりについては、はっきりしない。1975年にキューバなどからの支援を受けた、共産主義ゲリラの人民革命軍、ERP に対して、ドクマン州を舞台に行われたアルゼンチン軍弾圧が、発端であるとする意見もある。人民革命軍、ERP は、アルゼンチン国内でも、特に貧しい山岳地帯である、ドクマン州を、 革命の本拠地にしようと試み、州の3分の一を支配下に置いていた。ERP に呼応し、アルゼンチンのゲリラ組織、モントネーロスも、都市部におけるテロを繰り返していた。イサベルペロン大統領は、殲滅指令を布告、トゥクマン州における破壊分子を殲滅するために、軍はすべての必要な手段を取るよう命じた。軍は、独立作戦を実行し、 特殊部隊を含めた不評と空軍を動員、ゲリラとの戦闘を開始し、その過程でゲリラの支配下にある街を破壊し住民に危害を加えた。1975年9月、イザベル・ペロン大統領が病気療養のために一時的に職を離れると、イタロルデールが大統領代行となった。翌10月、フォルモサ州の不評連帯宿舎がモントネーロスに行され、 28人の死者が出た。ルデールは国内治安協議委員会を設立し、トゥクマン州で行われていたゲリラ鎮圧作戦を国内全体に拡大させることを決定した。国内は5つの軍管区さらにその改築に分けられ、それぞれの地域の治安を軍の司令官が実質的に掌握した。ウファミンペイ組織である アルゼンチン反共同盟も加わり、軍の弾圧とそれに対するゲリラ攻撃が繰り返された。1976年3月24日に、軍の交換によるクーデターが発生した。陸軍のホルヘラファイル・ビデラ、海軍のエミリオ・エドアルド・マッセラ、空軍のオルランド・ラモン・アゴスティが権力を掌握た。彼らは、軍事政権を国家再編成プロセスと名付け、 ビデラとその後の軍事政権指導者たち、ロベルト・ビオラ、レオポルド・ガルチェリ、レーナルド・ビニョーネによる各政権が労働組合員を中心に学生や活動家数千人の違法逮捕、拷問、殺害、強制拉致等様々な弾圧が行った。軍事政権が民衆の支持を獲得する目的で行ったフォークランド戦争は敗北に終わり、政権維持は もはや不可能であることが明らかになった。1983年10月30日に総選挙が行われ、軍政の処理を行ったラウル・アルフォンシンが当選した。2005年に同国最高裁判所は、軍政下の犯罪を不問とする恩赦法に違見判決を下した。これ以降、拉致、拷問、殺害に関与した。 現軍幹部らに対する有罪判決が相次いでいる。2008年に終身刑判決を受けたルシアーノ・ベンファミン、メネンデス元司令官は共産主義から国家を守るための戦争に従事した軍司令官を脱するのは間違いだと主張した。2011年12月にビデラは大統領在任中の人権侵害の罪で終身刑の判決を受けた。 2012年4月に微妙ネモ56人を誘拐、拷問した罪を問われ、禁錮25年の有罪判決を受けた。これに加えて、両者は2012年7月に、政治犯の囚人から官房を略取、隠匿した罪によりそれぞれ、金庫50年、金庫15年の刑が加算されている。資金源として、フリーメイソンのロッジであることを隠れみのに、反共主義を掲げ、 イタリアを中心に活動していたロッジピーニによる不法な資金調達とその後これらの不法活動が暴露されフリーメインから破門された第二次世界大戦下のドイツで行われていたニセポンド札の偽造計画ベルンハルト作戦の関係者で戦後親ドイツのペロンが政権を握ったアルゼンチンに亡命したドイツ人による偽造ポンド紙幣が大きな割合を占めると指摘されている アルゼンチンの治安部隊と市の部隊はコンドル作戦において他の南米の軍事独裁国家と協力して行動していた。アメリカ政府は軍事政権に対して軍事物資と資金の援助を行っいた。アメリカで公開された政府文書によるとヘンリー・キッシンジャーは外務大臣に対してアメリカの議会が支援を停止する前に内戦に蹴りをつけるように求めていた。 アルゼンチンにおけるカトリック教会及びその指導者の汚い戦争に対する対応を批判する声が存在する。ブラジルやジリでの軍事政権の弾圧にそれぞれの国のカトリック教会が立ち向かう一方でアルゼンチンのカトリック教会は軍事政権を支持し信者に対して国を愛するよう求めていた。当時汚い戦争に対し異議を唱えた者は 破壊分子のレッテルを貼られる恐れがあった。軍事政権を批判し殺害された、司祭、司教がいる一方で、大多数の教会関係者は口を閉ざしたままだった。汚い戦争の期間中に、エンリケ・アンヘレリとカルロス・スポンセ・デレオンの二人の司教と17人の司祭が、軍事政権により殺害された。2013年2月に下された判決において、裁判官は、教会組織が、 司祭の殺害から目を背けたと批判した。1976年に殺害された司教、エンリケ・アンヘレッリに関する裁判では、軍事政権の迫害に、教会の同意があったと指摘された。軍事政権の指導者の一人である、ホルヘラ・ファエル・ビデラは2012年、教会の指導者たちは政府による弾圧の共犯者だったと証言した。 1976年から1983年にかけて警察署付きの司祭であったクリスチャン・フォンベル・ニッヒは囚人の拷問、殺害に直接関わっていた。民主化後1985年に行われた裁判において彼は容疑を否認した。1986年に汚い戦争における犯罪の追及を停止する法律が交付されると彼に対する捜査も打ち切られた。 この法律が憲法に違反しているとの判断が下された後、2003年9月にベルニッヒに対する逮捕状が出され、チリの町でクリスチャン・ゴンザレスとの偽名を使い潜伏していたベルニッヒは退された。2007年10月にベルニッヒは7件の殺人、42件の誘拐、32件の拷問の罪で有罪となり、終身刑が下された。 カトリック教会のベルニッヒに対する処分は2010年時点でも行われておら、刑務所の中で囚人に対してミサを行っていた。2000年にアルゼンチン主教評議会は軍事政権に対して反対の立場を示さず、市民を庇護しなかったことを謝罪する声明を発表した。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。